ね、これは誰みたいな話、違います違う、うん、何なんかミケランジェロとかの名画に比べて、うん、すごいボロボロな状態だなと思うんですけど、うん、ミケランジェロのシスティナ礼拝堂の天井画とか最後の審判、はい、祭壇画に比べると劣化が激しすぎるのはなんでやっていう話かな。はい、そうです。これ今の状態、はい、これ前もっとボロボロだったんだよ、うん、これ俺たちが学生の頃はこんなで、もうなんだか分かんないぐらいになってたんですよ、うん、これね1977年から99年まで22年もかけてピニン・ブランビラ・バルチロンっていう、はい、イタリアの偉い修復家がいるんですよ。去年の暮れ亡くなったんですけども、95歳で亡くなって、その人がほぼ一人で22年かけて修復してこうなったんですよ。でその時にどういう修復したかっていうと、後のようにだいぶ修復されたり加筆されたりしてたのね。それを全部取ってレオナルドが描いたものだけを残したですよ。だからこれ見るとこれイエス様こう口閉じてるように見えるんだけど、はい、撮ってみたら口開いてたっていうことが分かったりとか、はい、いろいろまあ分かったこともあるんだけど、実はこの壁画レオナルドが生きてる時代からもう絵の具が剥がれ始めてきてたんですよ。これ和田さん現物見に行ったことある？ないです。ミラノのサンタマリア・デル・グラツィア教会っていうところの修道院にあるんですけど、この、 教会はレオナルドが仕えてたミラノ校の、まあ、菩提教会なんだよね。日本でいう菩提寺みたいな教会なわけですよ。でだからミラノ校に直々に頼まれて、そこの、まあ、教会に修道院が付属してて、修道院のここ食堂だったんですよ。みんなでねご飯食べる、だからテーマが最後の晩餐なんですよ。これ最後の晩餐ってどういう晩餐ですか？最後なんで最後なの？ああ、なんで最後の晩餐ってなんで最後なの？地球が終わる日みたいな。地球終わんの？地球終わんのこの後。あ、なんか最後お別れ会みたいなことですか？お別れ、誰とお別れするんだ？イエス様。イエス様とお別れなんだよ。おどうしてお別れなの？どうして役割が変わるとか。いや、転勤？何？部署は変わるの？イエス様移動？移動です。違うよ。いっぱい見てんだろう。十字架そうだよに吊るされてる。はいはいはい、吊るされたって貼り付けにされるわけだよ、うん、はい、死んじゃう、まあ、なくなるんですよ、うん、でその後復活するんですよ、うん、何にも悪いことしてないですよ、何も悪いことしてないけど民衆を惑わす人だと自分が救世主だって言ってるみたいなことで捕まって貼り付けになるわけですよ、でイエス様は自分が貼り付けになることを知ってるんですよ。でその時にあれがイエスだって言って言いつけをする裏切り者がこの弟子たちの中から出ることも知ってるんですよ、まあ、キリスト教というのはイエス様が亡くなった後にできた宗教じゃないですか。その前はこうユダヤ教じゃないですか。ユダヤ教の杉越の食事っていうのがあるのね。杉越っていうのはユダヤ人が昔エジプトで奴隷になっていた時にモーゼっていう人に率いられてエジプトを逃げたわけだよ。モーゼが海をバーって割るの見たことない？海が氷を方に割れて、はい、あれでこう逃げて、それでイスラエルの民が助かったわけだよ。それ杉越、杉越の祭りには無酵母パンを食べることになってるんですよ。それはエジプトから逃げる時にパンを発酵させる時間がなくて、小麦粉こねて焼いただけのやつを食べたっていうのがあるから、へー、杉越の食事をみんなでしましょうとイエスが言う。で食事をしてる。だからみんな最後の晩餐だと思ってないわけだ。
杉越の食事会だと思ってるわけ。でその時にイエス様がこの中で私を裏切る者がいますと言うんです。その瞬間を描いてるんですよ。誰みたいな。本当だ、確かに。その時にイエス様も自分が捕まって殺されるのが分かってるから、このパンを取ってパンを分けて、これをみんなで食べなさいと、これは私の体ですと。で、あのブドウ酒が、ブドウ酒をね、これみんなで飲みなさいと、これはね、皆さんの罪を償うために流す私の血ですと。まあ、これは全部四福音書全部に書いてあるんで、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネね、新約聖書全部に書いてあって、でルカにはさらにイエス様はこれを今後私の記念に行うようにしなさいって。でこれがミサの始まりなわけ。だから今もカトリックの教会のミサに行くと、このパンをみんないただくんですよ。ずっと最後の晩餐なのに、パンでいいのかなって思ってたんですよ。おかずがないってことですか？なんかもうちょっとなんか豪華なイメージがあった。本来杉越の食事は豪華なんですよ。あの子羊を食べるんですよ。ルーカス・クラナハっていうドイツの画家が描いた、あのルターのね、祭壇画っていうのがあるんだけど、それはなんか羊の丸焼き乗ってますよ、ここに。でこのレオナルドの最後の晩餐も修復した時に魚が出てきたんですよ。ここにほら魚切り身、はい、ちゃんとだからタンパク質も取ってますよ。タンパク質も取ってますし、ワインも飲んでますし、まあ、とにかくですよ、レオナルドはほら、あの頼まれてもいないことをやるしさ、納期守らないからさ、仕事なくて、でミラノ校に軍事技術が得意ですみたいなことに売り込んで、はい、やってるのって結構パーティーの演出とかさ、あとリラっていうギターみたいなの弾くのうまいとかって言われてさ、そんなことばっかりやってたレオナルドに舞い込んだ初めての大作なわけですよ。これ縦4メートルかける幅9メートルぐらいありますからね、こんだけ大きな大作を描いたことないわけですよ、レオナルド。でもうその当時の画家、こんぐらいの絵描かないと大家と言ってもらえないじゃないですか。もう初めての大チャンスですよ。こういう仕事が来た時、和田さんはどうしますか？すぐ取り掛かります。頑張りますよね、はい。まあ、レオナルドもこう、まあ、取り掛かりはしたんですよ。これで描き上げて、作品としては抜群に素晴らしいですよ、これ。これここの教会行くとね、分かるんだけど、ちょっとこの写真だと分かりにくいかもしれないけど、ここに食堂あって、みんな座ってじゃないですか、はい、その角度から見るともうね、このままね、食堂の壁がこう向こうにこう、まさにここでイエス様たちが食事をしてるみたいな感じに見えるのよ。それはもう線的遠近法が完璧だからだよね。それで全体の構図としては非常に安定してるんだよね。動きがあるのにぐちゃぐちゃになってないっていう。で例えばこのイエス様となるこの人なんか、まあ、聖ヨハネと言われてるんだけど、非常にこう今こんなに傷んでるけど、元はすごく綺麗なすごいスフマトで描かれてたんだろうなっていうようなことが分かる作品なんですよね。だから非常にものとしては素晴らしかったんですよ。だけどこの人はこの一世一代の時にですよ、やらなくていいことをやったんですよ。技法でやらかしたんですよ。油絵は顔料を油で溶くよね。それで描くと、まあ、薄く伸びるし、油が固まると絵の具がピタッとつく。これ壁に描く壁画、壁画描くときにどういう技法を使うかはフレスコだよ。まあ、フレスコは壁に塗った漆喰、漆喰がフレッシュ、つまり乾ききっていないうちにそこに顔料で描くと、漆喰自体が定着剤になって壁にビタッとつくんだよ。はい、だから壁に描くときはみんなその技法を使うんだよ。もう古代ローマの時代からこのフレスコっていう技法をみんな使ってきたんだよ、はい。ミケランジェロの天井画も
最後の審判もフレスコで書いてるんだよ。だからレオナルドはどういうことが好きな人だっけ。あの何回も塗り重ねで、あの煙のようなスフマートを出すのが好きな人だったよな、はい、フレスコは塗り重ねがほぼできないんですよ。非常に筆の遅い人じゃない、その塗り重ねをすることも。でフレスコは早く描かないと漆喰乾いちゃうじゃん、はい、だからレオナルドはフレスコっていう技法が嫌いだったんだよ。嫌いな上にそもそも習ってないんだよこの人。この師匠のベロッキョっていうのもフレスコをやってなかったんで、多分フレスコの技法はできないんだよ。そこでこれはフレスコで描けばいいのに、漆喰、乾いた漆喰の上に下地塗って、その上にテンペラで描いた。テンペラは卵の黄身と油と混ぜてこう作るんだよ。でマヨネーズ的なもんができるんだよ。マヨネーズ的なものに顔料を溶いてと、こう伸びるじゃん、ビョーンって、はい、ね、だから塗り重ねもできるんだよ、乾けば、うん、乾くとあのこう膜になって、それで絵の具がつくんだよ。その方法で漆喰の上に下地塗ってテンペラで描いたんだよ。ところがさ、ただでさえさ、それ漆喰、フレスコより定着率が悪いじゃん。フレスコはだって漆喰に直に描いてるからさ、漆喰が落ちない限り取れないよ、はい、しかもここ場所食堂だよ、はい、あ湯気が出ますわね、はい、でそういうこのマヨネーズで描いたような絵のところに湯気がこう当たるとどうなりますかね。カビますね。でしかもこう漆喰自体は水分吸うから、奥の壁の方がこう湿気てくると、上に張った膜との間にこの月がまた悪くなったりしますよね、はい、そんなこともありので、もうレオナルドが生きてるうちからこれ剥がれ始めてきてたんですよ。だからこんなにボロボロになっちゃったんですよ、うん、なかなかやっぱりこの辺レオナルドの凄さだと思うよね、うん、自分に初めて回ってきたさ一世一代の